エクトル・バルベラ・バルは、スペイン・バレンシア州・バレンシア県、ドス・アグアス出身のオートバイレーサー。2010年より、ロードレース世界選手権、モートジッピークラスに参戦中。2002年、15歳の時に、ホルヘマルチネス率いるアスパラチームから、ロードレース世界選手権 125cc クラスに、デビューした。翌2003年、第8戦イギリス GP で、初優勝を果たし、 シリーズランキング3位に入る活躍を見せた。2004年は、セリエ AAC ミラン所属のサッカー選手、クラレンス・セードルフが、オーナーのセードルフレーシングに移籍。何回かの転倒や、メカニカルトラブルに見舞われ、年間タイトルは、アンドレア・ドビツヨーゾーに奪われたが、最終戦バレンシア GP でシーズン4勝目を挙げて、シリーズランキング2位を確保した。 2007年イタリア GP2005 年に 250cc クラスにステップアップを果たし、フォルツナホンダチームでホルヘロレンソのチームメイトを務めた。2006年にはフォルツナチームはマシンをアプリリアにスイッチし、バルベラは第3戦中国 GP でクラス初優勝を遂げた。2007年にはチームトスアプリリアに移籍。2008年の第6戦イタリア GP 残り一周となったホームストレート上でバルベラはトップを走るマルコシモンチェリからトップを奪おうとしていたが奪われまいとストレート上で急にコースを変えたシモンチェリのリアタイヤにバルベラのフロントブレーキレバーが引っかかる形となりバルベラのマシンが宙を舞う大クラッシュとなってしまっただが奇跡的にもバルベラは怪我らしい怪我を負わずに済んだ しかしその後第15戦日本 GP でフリープラクティス中に転倒し、胸椎を2カ所骨折する重傷を負って、宇都宮近郊の独協医科大学病院に入院、シーズン残り3戦を欠場することになってしまった。2009年は、シトポンス率いるペペ、ワールドアプリリリアチームに移籍。開幕戦カタール GP では、クラス2勝目を挙げ、自らの復帰を勝利で飾った。 その後シーズン中盤にかけては、青山博和、アルバロ・バウティスタ、マルコ・シモンチェリによるチャンピオン争いには絡めずにランキング4位に甘んじて、いたが、終盤は2勝を含む5連続表彰台に立つ、活躍を見せ、シリーズランキング2位を獲得した。またこの年、バルベラは、写真判定の結果同着フィニッシュとされたレースを2度も経験することになった。一つは、 第14戦ポルトガル GP でマイク・ディメッリオと2位の座を争って到着となったが選手権のルール上到着と判定された場合はレース中により早いラップタイムを出したものを上位とすると規定されているためディメッリオが2位、バルベラは3位というリザルトとなったもう一つは第16戦マレーシア GP でシモン・チェリトのバトルの結果2位動着となり今度は バルベラの方がレース中に早いタイムを出していたために、シモンチェリが3位となった。2010年カタール GP2010 年シーズン、バルベラは、モート GP クラス初参戦となる、アスパーチームより、ドゥカティでスモセリジを買って最高峰クラスにデビューした。全18戦中17戦で、ポイント圏内完走する安定した走りを見せ、第3戦フランス GP と最終戦バレンシア、 GP でベストリザルトの8位を記録。年間ランキングではルーキー勢の中ではベンスピーズ、マルコ・シモンチェリに次ぐ3番手となる12位に入った。2011年もアスパーに残留。第2戦スペイン GP でベストリザルトを更新する6位に入賞。年間ランキングでは一つ順位を上げて11位を記録した。第15戦日本 GP では決勝でのクラッシュで 右鎖骨を骨折、再び独協医大病院に入院し実践を欠場することとなった。2012年はプラマックレーシングに移籍。1000cc 化したデスモセディチ g p 1 2を買ってクラス3年目のシーズンに臨む。2013年はアビンティアブルセンスに移籍。チームメイトに2年ぶりにボートジッピークラスへ復帰を。 果たした、青山広和と CRT マシンで参戦する。ありがとうございます。